はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、ちょっと久々に WO に戻りましょう。で、WO は4話から4ステージ統一されゆく世界ですね。まあここも今の戦力だったら多分大丈夫だと思う。てか WO 何話あんの？長い、13話まであんのか。まあその代わり概念的クエストはそんなに多くないよねっていうとこなんで、ではいっぱいいるな、普通の人。てかこれ普通の人じゃね、セルゲイ・スミヌノフだ。でソーマ・ピーリスがいて、グラハム・エーカー、ハワード・メイソン、あ、なんかこいつらもいるんだ。パトリック・コーラ・サワーもいる。よし、人類革新連盟によるガンダム鹵獲作戦。この作戦に投入されたソーマ・ピーリスの存在がアレルヤに次なるミッションの提案を決断させた。人格連が極秘で行っていた非人道的生態実験、徴兵計画、戦争孤児やデザインベビーに対してナノマシン投入などの特殊処置、過酷な訓練を強制し、戦闘に特化した兵士を作り出す非人道的生態実験である。ソレスタルビーイングはこの計画に関わる施設に対しガンダムによる強襲作戦を決行、超人機関に関する全情報をマスコミにリークした。これにより人格連は予想外の痛手を被り、同機関の封鎖へと至る。これらソレスタルビーイングの快進撃を前に、国ごとの対応に限界を見た各国家軍は非公式な会談の場を設ける。しばらくすると各国の軍にはある噂が流れ始めた。何か大きな変化が訪れようとしている。兵士たちがそれがただの流言ではないことに気づくのは、大規模な軍部内再編成が開始されてからのことだった。そう、これまでゼロサムゲームを続けていた大国同士が共通の敵を前にして初めて連携の意思を見せる。世界には確実に変革への揺らぎが見え始めていた。一方、刹那は自らの意思でマリナの元を訪れる。迫り来る激戦への予感か、あるいは己の運命を悟ってか。なぜこの世界は歪んでいるのか、その歪みがどこにあるのか、その原因とは何なのか。明確な答えを求めていたわけではない。ただ彼女の口から彼女の言葉を聞くために。誰？マリナ・イスマイール。刹那、刹那 F ・セイエ、どうして？なぜこの世界は歪んでいる？神のせいか、人のせいか。神は平等よ、人だって分かり合える。でもどうしようもなく世界は歪んでしまうの。だから私たち、もっとお互いのことを。刹那、それでもあなたは戦い。世界の歪み、その元凶となる答えをつかみきれぬまま、刹那は新たな紛争地域へ飛び立つ。紛争を根絶する存在、すなわちガンダムとなるべく。
されゆく世界。Thank you.
これマップどうなってる？こっちにいるのか、あれどこにいる？ここにいて、あとめちゃくちゃ物量が半端ない。てかどうなってるこれ。一応5機出れるから頑張りましょう。50体3ターンで50体。自分たちで何とかするしかないじゃん。じゃあ行くか。戦艦出しても連携で何とかするしかないよね。あとは防御。でどうなの？こいつらここの部隊はここで賄いきれるかな。連携攻撃、誰と誰で連携するの？この2人で連携するのかな。一回キュリオス端に寄ろう。一回てか飛ぶか。連携しよう。攻撃的にはもともとこいつ射程短いからな。で、ちょっと CM 受けられんな。戦い抜いてみせる。やっぱりデュナメスだな。欲しい、こいつはマジで欲しい。なんか格闘機の方がめちゃくちゃ火力高いとかそういうわけじゃないからね、別に。まあ、ハイメガ粒子砲みたいなのはないから超高火力なものが。どれだかよくわかんないけど、で射程3で入れなきゃいけないから、ここでちょっと待って、3でしょ。123123、ここで十分だな。よし、こっちは形終えた。やっぱりガンダム圧倒的だな。で次、左に行くと合流できるけど、まずエクシアで支援かけて倒す。敵の作戦が何だろうと駆逐する。でパーチはもうどこでも射程入るかな。よし、同じパターンでいこう。敵部隊を圧倒する。これでまたゲットゲージを貯めていこう。ここはゲージ貯めるのにかなりいいな。でこっちも部隊を展開して掃除していこう。一応これで50機目終わりだ。これで落とす。これやっぱ戦力が整ってないとちょっと無理だな、ターン数内に倒すのは。
刹那どこに行った？え、ま、マジでどうだ？こっちか。で、もうこいつ1対1だな。一応、強気か、普通の。やるしかないよね。ガチンコの殴り合いで行くしかない。セブンスソード。83% 食らわなきゃ。6000食らわなきゃなんとかなる。まさかな。あん時のガキがガンダムに乗ってるとは。アリアルサーシェス、あんたの戦いは終わってないのか。エクシアのセブンソードで目標を断ち切る。捕らえた。武力による戦争根絶、ガンダムがそれをなす。ガンダム、やっぱ戦争は白兵でないとな。しまった。俺はなるんだ、今度こそガンダムに。結構やべえなこれ。次防御しようかな。基本的にもう敵のターンで反撃だな。そんなにこっちも早く肩がつかないはずだから、ゆっくりやろう。でエクシアだけあっち行ってくれたから、ゲットゲージ貯めたいんだけど、ふと思ったんだけどさ、これトランザムがないじゃん。トランザムのある機体って別扱いになるのかな。パーチェ1人しかいない。飛べるこいつ。まあ、バーチェは一人でなんとかなると思うけどね。ちょっと一回体勢を整えるか。なるべくマイスターたちになんとかしてもらいたい。一旦下がろう。いや、ヒットポイント減ってない限り下がる必要ないな。自動回復で。エクシアはちょっと減ってるから帰ろう。でこいつはもう勝手に回復してくれる。音も持っていくか。フェニックスガンダムでも。てかばあちゃん左に来ればいいんだ。じゃあちょっと敵と戦うまで。なんかマップ液使ってきたんだけど、ひどくない？1000ってことは、こっちからやっぱ攻撃仕掛けていかなきゃダメ。回復はするでしょ、さすがに。どういうプラズマフィールド、レンジ、最大値の 10% か。ただ攻撃は1000。どうなの。いや、いける。ちょっともう一回ぶん殴る。どうせまたマップエッジしかやってこないでしょ。行っちまいな、クルジスのガキが。あんたはなぜここにいる。あんたの神はどこにいる。答えろ。そんな義理はねえな。マジで死ぬ。これ筒に攻撃されたら死ぬぞ。そういえばマップ液とかどうなんだ。デュナメスの射程に入るか。さすがにそれはないな。左右に寄るべきだなこれ。こっちを片付けちゃおう。これでもう終わりだろ、セブンソード。さよなら。見逃すわけにはいかない。ここで仕留める。もらった。争いを生む者を倒すために俺は戦う。
うん、あとはまたゲージを貯めていこう。さよなら、ソーマピーリス。全然ゲージ溜まんないんだけど、こいつら。デュナメスがちょっと怪しいんだよね。ただまあ、バーチェがこいつら倒して、この3人のフラッグをデュナメスで倒してどうかなっていうところ。もうキュリオスは無理だ。じゃあまたゲージ溜めいきましょう。キエリア、これで行ってくれ。いや足りない、もう一匹ザコ倒さなきゃダメだな。こいつ、これでいったっしょ、さすがに。オッケーオッケーオッケー。であと名前入りが3人残ってる、4人か。グラハム・エイカー、ダリル、ハワード・メイソン、そして何気にパトリック・コラサワで、これを全部デュナメスで始末する。だからちょっと左に寄っていかないといけないな。狙えるけどいけるかこれ。バーチの火力を甘く見てもらっては困る。倒した。こいつらマジで回避率超高い。グラハムエイカーがマジでやばい。全然当たんない。うちらのヘッポコメンバーだと。よし、ティラミスマジで射程長いのいいな。倒せるやつを確実にいくか。こいつ、だって減ってないからな、そもそも。バーチ導入するか。 50% だもんなこれで。やばいでしょこいつ本当に。9600か。ヒットポイントがそんなに高くないのがいいんだけど。マジつえ。一応キュリオスもまあ向かわせるか。でじゃあこいつをちょっと減らしておこう。あ、連携、ちょっと待って、連携でもな、あれが効かないからな。3500、4100、ちょっと弱くない？4700でこいつだったら全然一緒いけ。回避された。マジか。ちょっとめっちゃたまる。これいけたな、ギリいけた。ってわけでコーラサワーもまあ一応減らしておきたいけど、こっちだな、確実に行こう。でも問題はマジでグラハムエイカーガチでやべえ。一応クイックモーション使おう。 5% だからな、言うても。ファンネルできるか、どんだけ当たる。5000か、悪くない。さてこれ連携でさ2人仕留められる。ティーリアだし、よく見たらここにやって、連携の 100% の方から行こう。反撃受けないからね。よし、これで仕留める。
き締めろよ。フォーメーション S34。 それなりにね。俺は徹底的にやらせてもらう。当てる。すみません大佐、やられちゃいました。グラハムエーカーやはりかわしてきたか。こいつがマジでやばい。もうパトリック・コーラサワとか。でもこれでいったっしょ。どう考えてもいったっしょ。知ってねえし。いやー、ギリギリだったな。一番高いやつ。これ射撃の方が高いか。58変わらねえ。狙撃はでもちょっと真っ平気だしな。スナイパーライフルってどうなの。火力的にやっぱスナイパーライフルでいきたいな。あ、68高い。てかティーレアを投入しよう。 44% とか回避されてるからか。もともともうエネルギーないの、こいつ。エネルギーないから回避をするしかないのか。スナイパーライフル 68% のバズカ40と54か。どっちか当たれ。抱きしめたいな、ガンダム。この変態じみた動き、ただものじゃねえぜ。GM バズーカ、圧縮粒子、解放、逃がさん。やべえだろ、グラハムエーカー。マジでテンション上げてきたし、そりゃ上がるよな。エネルギーはちょっと回復してんね。まあ、4000だったら、これが一番高いからね。すべて撃ち落とす。フォーメーション S34。 それなりにね。俺は徹底的にやらせてもらう。させるかよ。この接触は次の機会に晴らしてくれよ。いや強かった、グラハムエーカー。マジで強い。機体がまだこれフラッグでよかったよ。後半とかめちゃくちゃきつそう。よし、ただここでデュナメスとなんだっけ、さっきのGNバズーカのやつをゲットしたから。
や、めちゃくちゃ時間かかったわ。もう途中バッサリ多分カットするけど、ただその分収穫はかなりでかかった。デュナメスバーチェ、でティエリア、これ普通のティエリアだな。ただいかんせん金がな、2体作るってなると金がないんだけど、ただいくらするか見よう。3万5000、バーチェに買って4万するし、また金がすっ飛んでいくよこれ。でもバーチェいいよな。あ、トランザムあるじゃん、よかったよかった。なんか別機体だったら最悪だったけどな。トランザムがあるんで、バーストモードで8あるもんな。射程8で4300とかめちゃくちゃでかいわ。欲しいわ。マップ行きはちょっとまあどっちでもいいとして、でしかも GN ドライブがついてるからね、 10% 回復、これはいいよ。デュナメス、デュナメスもだってスナイパーライフル8あるでしょ。欲しい、この2体マジで欲しい。もう一生戦艦買えないんだけど、ちょっと考えよう。だってもうフェニックスゼロとかバイエイトもちょっと微妙だし今、まあさすがにバスター使えるけど、フェニックスゼロ、ジェミナスもちょっと弱いよな。トルネード、こっちはもう全然強い。うちのウィング勢プラスセツナ、まあ、ランチャーも今そんなに使ってないけどね。まあただ出れば使えるから、やっぱ2体買おう。デュナメスとバーチェで、バーチェ、バーチェって機動力6ある、あ6あるね、6あれば十分だな。5とかだと結構微妙だけど、変えよう、バーチェにする。でバーチェはビームサーベル、ちょっとごちゃごちゃなっちゃってるけど、ビームサーベルあるから俺の格闘知識とかも生きるしね。全部レベル1だけど、よし。でエターナルフレイルはもうめちゃくちゃ射撃特化だから、射撃特化だからデュナメスでしょう。でバスターこっちに持ってこよう。バスターフェニックスゼロと交換で、マリア・オーエンスは一応射撃と格闘両方いけんな。でフェニックスゼロをトルネードガンダムと交換して、でこのフェニックスゼロをバイエイトと交換しよう。エネルギータンクも欲しいな。バーチとか絶対エネルギーめちゃくちゃ使うしな。ちょっとエネルギータンクオプションパーツでいくらするのか確認しよう。てか一回ここら辺も整えた方がいいな。ってか危ねえ、また忘れるとこだった。ジャンクパーツまだ余ってんな。ジャンクパーツ、ジャンクパーツも意外に5000円するからな、バカになんないからね。ちょっとエネルギータンクとか考えよう。2つ目の装備はだからエネルギータンク、まあ、出撃じゃなくてリミッター解除率と攻撃力プラス60もでかいけどね。追加装甲2が出始めてきたのか。他の2で50だっけ、どこにあるんだか分かんないんだけど。エネルギータンク30か。3万5000だもんな、無理だな、手出せねえわ、無理です。ちょっと余ってるパーツとか考えよう。じゃあとりあえず得るものがめちゃくちゃでかかった回として、バーチェとデュナメスを手に入れました。もうお金ないけど、ということで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。